はい、皆さんこんにちは、ポルです。それでは今日もジェニークラフトをやっていきたいと思います。で、今日やることなんですが、皆さん待ちに待った今日は聖地会でございます。イエーイ。はい、今日聖地会でーす。3回目の聖地会でーす。まあ見ればわかるんですけど、いろいろ立ってきてですね、ちょっと手狭になってきたので、まあ、この奥もうちょっと広げてくれっていう要望があったので、まあせっかくなんでみんなで整地しますかってことで、今日は整地頑張りましょう。はい、ということでまあやりましょう。で、整地する場所なんですが、植林場の奥です。またそう、またです。まあとりあえず整地しましょうか、みんなで。はい、ということで各自よろしくお願いします。まあビーコンがあるので、ビーコンちょっと動けば使える、触れるので、ビーコンのところに。はい、ということで皆さん頑張ってください。よろしくお願いします。はい、整地お願いします。ビーコンあるとめっちゃ早い。なんか今回はね、ビーコンちゃんとフルに使えるので、多分いけると思います。ポルさん、はい。はい、なんでしょう。何?素手で掘ってる方が、眉間って書いてありますけど、今日の服に。眉間の人、なんで素手でやってんすか?なんで眉間と書かれているかわかるか?え?眉間ってこの眉と眉の間でしょ?そうだ。ああ、なんだろうな。ちょっと狭いからですか?あなたの眉間がずれてますね。この、顔の中心からちょっと眉間ずれてますけど。そういうことっすか?チャームポイントですか?あなたの。よく気づいたな、これをやろう。どういうこと?くれたんだけど。ダイヤモンドの吊る橋、効率強化が幸運1。なんか、微妙なやつくれたんだけど、なんで幸運3じゃないの?俺の。はい。あ、間違えた。はい、はいはい、やってくださいね。え、シンシンはさ、ネタ準備できてんの?結局。やれるんだよね、この配信ね。シンシン、削ってるけど。準備してきていいですか?あと15分後な、じゃあ。はい、いけ。え、マジでさ、なんか意外とマジです。早く終わっちゃいそうじゃない?これ。普通に。もう終わりが見えてるんだけど。あ、マジか。こんなに、このビーコンあるだけでこんなに違うんか。はいえー。ポルさん、はい。ネザー壊れた?は?どういうこと?え?おい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 。何やってんねん、ハウル。ハウル、何やってんだよ。助けてじゃねえ。倒したわ。ハウル。普通に行きやがった、あいつ。普通に乗ってった。じゃあな、うざ、あいつ。なんなの、マジで。あ、ほんとだ、ネザー壊れた。俺も行けないじゃん。なんでこれ壊れたんだ?治りました。ちょっとハウルにはちょっと難しかった、多分。ハウルにはちょっと難しかった、多分、このネザーつなぎ直すの。先日ですね、なんて言ったらいいかな。まあ、参加型やってるとどうしても嵐とかが来るんですよ。で、嵐が来るから、まあ、どうしたらいいかなと。嵐をこう入れさせないためにはどうすればいいか会議みたいなのが、行われたんですよ。で、まあ、その結果、まあ、ちょっといろいろ対策を講じまして、その後に参加者の人にこれって、これわかるかなみたいな感じで、まあ、その内容は言えないんですけど、大丈夫かな、これいけるかなみたいな感じで、参加者のみんなに確認してもらったの。で、散々内容も話して、まあ、こういう感じだよねみたいなこと言って、あ、大丈夫、わかりますみたいになったんだけど、唯一、ハウルだけ、理解できてなかった。唯一、ハウルだけなぜか理解できなかった。その、それについて。だから、で、ハウルに、実験もしたの、ハウルで。ちょっと、これ、見てくんないみたいな感じで見てもらって、で、ハウルに、それを試したのよ、その、対策を。対策を試してみた結果、ハウル、その、なんて言うんだろう、散々ヒント出して、それまで散々話し合ってて、内容絶対理解してるはずなのに、なんか、ハウルマジでわかんなくて、実はサーバー内で一番アホなの、ハウルじゃねっていう話になったんですよね。なんで、
多分ハウルが今みたいにネザーをつなぎ直すこともハウルには難しい。俺よりバカあの散々あのやばい頭悪すぎるって言われた唐揚げよりも頭が悪い説。俺さん、シンシンの準備せ、あ、15分経った？はい、じゃあシンシン君のネタいきますか。あの一応あの補足というかしておくと、シンシンがですね、あのあまりにもログイン時間が短すぎると、あの配信外作業がそもそもしていないし、マジであいつ何もしてないってなったので、しかも春休みだし、あいつどうするって聞いたら、4月8日までに建築します、神殿建てますって言ったので、まあ4月8日って、まあ今日は撮影日7日なんだけど、まあさすがにその言った日から8日までか、今日まで、まあ、大体2週間ぐらいから、さすがに長すぎないかということで、じゃあ一緒にネタもやってくださいってことでお願いしてたんですよ。それが今日なんですよ。よ、待ってました。2週間あるしね。そうそうそう。ってことで、シンシン行きますか、ネタ。はい、ということでじゃあ行ってみましょう。ではお願いします。あ？看板読むの？読んでください。あ、はい。なになに？鐘を鳴らして入ってください。鳴らさなかったら呪われます。呪いの内容は1週間の不幸の後、死に至ります。はあ。2回鳴らしても呪われます。まあ、鳴らすか。鳴らしました。あ、はい。パルテノン神殿。あ、ここパルテノン神殿なんだ。あー。入り口はここから。お、いろんな神の服です。あ、これが見てもいいの。お、維新維新維新アスアスクレピオスの服。パルテノン神殿って北欧神話なのかな、わかんないや。最高神ゼウスの服、原初神アイテールの服、貴重なので壊さないでください。原初神アインテールのイメージ図、アテナ女神像。ああ。ああ、はい。はい、お願いします。続きお願いします。あの、いいっすよ。続きお願いします。ん？踏まないでください。絶対に踏まないでください。あ、2回鳴らしても呪われます。呪いは解除された。そんな簡単に解くとは。お、私は救われたんですか。はい。シンシンはネタから救われたんですか。僕は救われませんでした。はい、ということでですね、まあ、まあ、これで一ネタでいいのかな。まあ、はい、ということでですね、あの実はですね、シンシンくんですね救われなかったあの実はシンシンくんですね、あのこれ以外にもあのまあ、あの、別、どういう風に編集になってるかわかんないですけど、あの、実は、あの、全く、裏作業しないくせに、なんかこいつ、マイクラ参加型とかいう舐めたことしてたから、あの、罰として1ヶ月毎週ネタ提供しなさいっていう、さらに、重めな罰が下されたので、まあ、これは、これ。
これはこれで、あと1ヶ月間毎週1個ずつネタ提供していただくことになってますので、あの心身の面白シリーズにこうご期待ください。あ、シカロくん、そうあのハウルがあのツイッターから入ってきましたっていう話をしたと思うんですけど、まあ、それとほぼ一緒ですね。あの俺のツイッターのつぶやきに楽しそうだなってリップしてきて、その後ショート動画に参加したいですっていうコメントをつけてきたので、あー多分参加したいのかなと思ったら、あの作業配信でこんにちはみたいな感じで来たから入ってもらった新しい子ですね。あ、チーズ、まあ、動画から一応来た人になるのかな、ハウルと一緒で。割と住人クラフト面白いと思って多分入ってきてくれたぜなのかな、きっと。あー、なるほど、ありがたいですね、ありがたいです。はい、ということで、なんか早速なんかあるんでしょ。いいですね。あの、ちなみに昨日入ってきたんだけど、なんかもう今日ネタがあるらしい。もうなんかある。なんかできとる。あ？シカロのワクワク博物館。住人クラフトシャープ1博物館。新企画始動。マイクラ参加型でサバイバルで遊び倒すより。ここから全てが始まった。俺の青春はここで終わった。どういうこと？俺の青春はここで終わったとはどういうことですか？俺の青春はここで終わった。どういうこと？本業参加型にしたってこと？あー、そういうことか。あ、好きな人がいて、斜め上の返答が返ってきた。好きな人がいて、あー、そうなんだ。リア充なの？すみません。リア充だったんです。すみませんってこと。次行きますか。はい。入る前には検温と消毒。ジジネタ。あの、消毒薬とかありますかね？大丈夫ですか？あ、ない。あ、自主的にお願いしますってこと？あ、まあまあ、大丈夫です。綺麗なんで。入り口。入りますか？動画でわかる人のみ。あ、ちょっとあの、名前出しづらい人とか結構いるんですけど。あー、なるほど。あー、なるほどな。こう、いろんな人がいたな、そういえば。まあ、キー君の名前とかあるね。いるのはキー君とミーと俺と、まあ、そんなもんかな。ミー0203が使っていた木の斧。ほう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 。そんなの飾ったんだ。あ、そうなんだ。すごい見てるね、君。動画を見ればわかります。あー、なるほど。それぐらい私はしっかり動画見てますと。そういうことですね。あー、なるほどね。次。あー、ちょっとこれモザイクですね。ちょっとモザイクかけときます、これは。縁起が悪い数字ですね。5分38秒頃に腰を振った回数6回。あ、そうなんだ。縁起が悪い数字なの。あー、数字？おー、うんうん。5分38秒って縁起悪いん？6回が縁起悪いの。6が縁起悪いんだ。6って縁起悪いんだ。あ、そうなんだ。なるほどね。最初の建築物、みんなで作ったログハウス、なお今も健在、愛が伝わりますね。あー、まあ、作った人はどっか行っちゃったんですけどね。作った人は消え去ってしまったんですが。あ、デザイナーの方はちょっとお亡くなりになってしまったんですが。まあまあ、次見ますか。思い出とは本当の幸せ。次回作にご期待ください。消毒してから退出してください。あ、そう。あ、まあ、いいですね。なかなか、ちゃんと見てますね、君は動画を。へぇー。あ。博物館を作るのに全財産を使ってしまった。シカロの家。ほぼ野ざらしなんだよ、もう。雨とか風とか入りまくるやん。まあ、ちょっと頑張ってください、シカロくん。寒いだろうけど、ちょっとこれからも頑張って、今度は立派な自分の家建てて。あと、博物館ももうちょっと立派にしようね。ちょっと、木造で燃えそうだから。危ないから、ちょっと頼むね。はい、ということで、本当の最後の最後の聖地会、無事、皆さんの協力のおかげで終わりましたので、はい。これ、テイク2なんですけど。録画ボタンを押すの忘れました。はい、ということで、途中で一人いなくなるという事件もありましたが、はい、無事、聖地終わりました。はい、ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。次回またよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。これなんか聞いたっけ？俺さ、すごい素朴な疑問なんだけどさ、
なんでさ、シンシンはさ、自分の参加型でさ、自分だけクリエだったの？あれすごい、俺あれマジで不思議だったんだけど、なんでシンシンだけクリエでやってるんだろうってすごい不思議だったんだよね。最初にディスコで伝えたんですよ。なんて、え、あなたは、なんだろう、サバイバルでやりますか、それともクリエでやりますかって聞いたってこと？え、でもさ、え、ガチでさ、なんであれ自分だけクリエだったの？まあ、参加者に伝えてるっていうのはいいとして、え、マジで普通に疑問なんだけど、参加者には僕はクリエでやりますって伝えてたってこと？あー、そうなんだ。伝えてたのはまあいいとしてさ、え、なんで自分だけクリエなの？他の人はサバイバルで。僕クリエが好きなんですよ。え、でもあの配信ってさ、サバイバル企画なんじゃないの？サバイバルでみんなでなんかいろいろ作っていこうみたいな企画じゃないの、あれって。じゃあ他の人もクリエでいいよねってなる、確かに。みんなやっぱクリエだるいから普通にやろうぜ。あ、サバイバルだるいからクリエでやろうみたいな。俺クリエ好きだからみたいな。そういう人はクリエにします。あ、そうなんだ。え、その、クリエにするっていうのは伝えてたの？あの、希望があればみんなクリエにしますよみたいなのも伝えてたってこと？あ、そうなんだ。じゃあなんでクリエがいいかより先に年齢聞いてきたの？参加者言ってるぞ。みんなに聞いてるの？でも、多分みんなに聞いてないでしょ、多分これ、絶対。嘘。シンシンしかいなかったくない？クリエの人。だってさ、参加者入ってきてすぐにキー切りってたよ。俺も見てたけど。本当に聞いてた？え、本当の話、本当ガチな話、ちゃんと聞いてたの？嘘は重罪だよ。ガチですよ。あ、そうなんだ。でもみんなサバイバルがいいって言ったんだ。ちょっとそのディスコ入れて、あ、やばいぞ。すぐに URL 貼りなさい、じゃあ。すぐにそのディスコの URL 貼りなさい。いけるよね。早く。やば。絶対嫌です。あは。いいじゃん。なんか、グリードくん入れてよ。グリードくんだけ、ちょっと入れてあげてよ。グリードくんに確認してみるの。ソフトとか危ないから。ソフトとか、唐揚げとかは危ないから、グリードくんだけちょっと入れてよ。入れてみてよ。で、その、証明してよ。あ、参加税の人に聞けばいいか。そっか。で、聞かれたって。え、できるっしょ、シンシン、それ。これ多分、これ聞いてないな。あの、10時なんで僕抜けますっていう、多分次の一言。10時なんで僕抜けますね。ああ、また余計な嘘つくから。逃げるのか。ああ。まずい。シンシンやばい。詰められてる。一応 DM で言ってるんですよ。ああ、これは嘘くさいな。これは嘘。俺あれあれ？本当かな？あ、スクショちょうだい。じゃあ、スクショ。スクショお願いします。じゃあ、スクショでお願いします。DM のスクショお願いします。じゃあ。あー、これはまずいですね。シンシン、本当なの？結局ガチなの？結局嘘と本当どっちなの？あ、いなくなった。逃げた。逃走した。逃走したぞ。クソが。逃げた。シンシン逃げた。これは逃げられない。ああ、これ多分だから用意するんでしょ、次までに。逃げたな、あいつ。嘘重ねて逃げたな。サーバー抜けた？本当だ。シンシンいなくなった。シンシンついにいなくなった。自主バンされたんだけど。ああ、そんなに詰めるか。グリードがめちゃくちゃ詰めてたじゃん。みんなの意地悪。ああ、怒って、もういじけてやめちゃったな。ああ、せっかくネタ頑張ったのに、まあ多分もう無理だって思ったんだろうな、きっと。尊い人を失ってしまった。せっかくネタやってくれる人だったのに、週一個。そう、せっかく向こう1ヶ月のネタ困らないと思ったのに、
いなくなっちゃったみんなでいじめちゃうから、まあその話振り始めたの俺なんだけど、いやまさかこんな形でバーになるとはな、悲しい結末だったな。まさかなんでクリエしてたのでいなくなると思わなかったな。嘘重ねすぎたな、いつも。したたじゃないでしょ、別に。したたではないでしょ。自らいなくなっただけでしょ。もう無理って。もうやっていけない、無理やめる。無理、やだ、無理って感じでしょ。ざげんなよ。なんで女いじめるんだよ。みたいな感じでしょ。